おいおい、1時間後合コンなのにあったかいコメントめっちゃ来てるんだけど。はにゃにゃのおにゃ。待って、パンツ履き忘れたんやけど。待って、一物がない。今宵はティーバッグでござる。ああ、俺は海パン。はい、それじゃあな、パンツも履いたしあったかいコメント読んでったるわ。まずな、俺は怒っている。怒っているぞよ。お前らな、優しすぎやねん。まあな、あったかいコメントありがとう。空気と一緒に読んどくわ。デーモン姉ちゃんめっちゃいい人だな。それな、俺いいやつすぎて草越えてモーリーファンタジー。長文ありがとう、リス。だいたいこういう長文はな、縦書きで愛の言葉が隠されてるんよ。どし書き楽して。次はこのコメント。ちなみに時代がビデオテープだったら擦り切れるくらい見てるでしょう。ビデオテープは擦り切れ、合コンで敗北し俺の心も擦り切れてゆくのであった。元 D オタだけど、待って、 D オタやったん。ドメスティックバイオレンス系オタク。デーモンお姉様強すぎる。まあそりゃな、身長2メートル30センチ、握力200キロある俺からすれば大抵のやつは雑魚だ。デーモン様まさかのアメリカ人。そうやぞ、俺はアメリカ生まれ、マンハッタン育ち、ハリウッド俳優、大体友達。デーモン姉ちゃんから返信来るなんて夢すぎる。ふふ、我、うぬの夢今叶えたり。デーモン姉さん悩み聞くで。ほんまに悩み聞いてくれる。ほんと恥ずかしいから誰にも言わんでほしいんやけど、俺最近なケツの穴めっちゃ痒いねん。続いてはこちらのコメント。大丈夫、嫉妬してるだけだから。うん、確かにな、石原さとみと橋本環奈をかけて8で割ったような俺の美貌には全女子嫉妬案件やな。アンチコメントにいいね押すの、これしか選択肢がないんよな。アンチしたやつの家にプロレスラーが殴り込みに行く機能欲しいわ。 YouTube さん頼むわ。おお、セサミ久しぶりやな。六本木のバー以来やな。信彦に伝えとくわ、きっと尻尾振って喜んでくれるぞ。信彦さんほとんど棒読みで返事してて最高。ベロベロバーって感じが好き。ちょいちょい顔に合わせて声当ててるの服最高。はははは。ベロベロバッ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 バニラアイスチョモランマピラミッド。ほんじゃそろそろ合コンに行くわ。